はい、皆さんこんにちは、葉山ブッシュクラフトです。今回サウヌさんの方のキャンピングカーの内装工事が完了しましたので、これからチェックしていきたいと思います。はい、お願いします。どうでした今までやってみて。いやでも後半はもう楽しくてしょうがなかったです。毎日毎日ちょっとずつ作業が進むにつれて、はい、完成にね近づいていくのが一番つらかったのはやっぱりあの内装の養生、はい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 、あそこさえ乗り切ればできるんじゃないかなって。意外と楽しく進められるということですね。そうそう、はい、はい、じゃあ内装の方ちょっとチェックしていきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。はい、ということで、キャピングカー内装完成しましたんで、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、じゃあまずはリアタッチ、はい、行きます。じゃじゃーん。こんな感じで、これタイルカーペット、はい、タイルカーペットを昨日2時間ぐらいで貼りました、はい、ね、すごいですね。最後追い込みましたね。結構追い込みました。ぐわーっていきましたね。そうすごいびっくり。照明もついてますね、LED。はい、天井もね、抜きで綺麗に。そうですね、一応乾燥させたんですけど、少しずつやっぱ隙間できてきてますね。できてきますね。多少できてきてますね。ここはキッチンも普通に、後ろは、はい、板をね、板を貼って、そこになんか造作で、はい、机つけたりもできるなとか。そうですね、ちょっとこれからね、いろいろいじれてそうですね、はい、で配線、LED のこの配線が今出てるんですけど、これはあのモールでね、うん、隠そうかっていう。これ床も分割になるんで、うん、後ろの椅子を倒したいときは床を上げてそのまま椅子を倒せるというふうになってます。車検の時も楽ですね、うん、であまり重量かからないようにですね、余計なものはつけないっていうスタイルで今回作ってます、はい、ということで、ここも一番大変なところ、サウナさん一人で頑張ってなんとかついてますね。これすごいですね。ちょっとねDIY 感が出てるんですけど、すごいね、この辺ちょっと隙間空いてますけど、ご愛嬌で手作り感あっていいと思います。タオル掛けみたいなのをつければいろいろ使えそうだなと思って、やっぱり目隠しにしたかったらそこにタープっぽく掛けてもいいですよ ね。あと今あの磁石、あ、磁石で吸盤みたいなタイプのやつの磁石のやつがあるから、うん、この辺にペコペコンって貼ればここでもカーテンができる。なるほど、できちゃいますね。夏はね、夏は暑い時ね。床を外してみて、どんな風に、じゃあ上げまーす。せーの、あ、抜けない、どうして、あ、ぴったりはまってるから、それをここまで持っていって、大丈夫、綺麗かも。こうすれば、あ、いいですね。どうですか、これいいわ。寝心地いかがですか。最高最高。ちょっと暖かくなってきました、電気毛布。いや、ま、まだ、まだなんですかね。これいいわ。キャンピングカーとまた違う。あ、また違います、ね。違う違う違う。落ち着く。キャンピングカーって嫌なんですよ。うーん。なんかね、面白くないの、面白みがないの。なんかただ部屋の中にいて、椅子座って、はい、テーブルあるじゃないですか。あ、はい、ありますね。窓あって景色見て、なんか部屋の中なんですよ。これちょっとテントっぽくていいんですかね。そう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 。ちょっとね。違う。この木の木目がすごい妙に落ち着く、上見てると。え、ちょっと寝てみようかな。寝てみてどう落ち着くかも、確かに。足40、50センチありますよ。寝返り全然、これ以上荷物を置かなければあとこう上に吊るせばいいんですかね。なんか荷物置きたかったら、そうだね、こう引っ掛けるとこ作って、バッグとかこう、なんかいろいろ使えるよね、これ。使える使える。これからいろいろこういろんな妄想が、ね、いいですね、これ。木目落ち着かない？落ち着く。いいよね。落ち着く。これちょっとびっくり、俺。いいですね、これね。これ夜いい感じですよね、多分ね。山小屋風ですごいいい感じです。いいですか、このカーペットがいいですかも。ね。なんか暖かくて。ということでですね、内装完成しました。完成。ちょっと バッテリー注文しちゃった。わあ、マジですか。リチウムの400ワットのやつをまず1個使ってみようと思って。
うん、重くない方が大容量使うのって本当に真夏かなと思ったんですよ ね、 すねとか車中泊本気で行くとき、それ以外の時は軽くて充電も早くできる方がいいかなと思って、まずねパソコンとスマホとか電気毛布、電気毛布お湯を沸かすのは、はい、あれ結構電気食うじゃないですか。そうですね、ちょっとしばらくは普通にタフマルキンでもいいかなって。あ、脳はいいですよ、ガス使った方がいいですよ、電気じゃなくて、うん、窓開ければいいだけですね。そう換気しながらやれば全然問題ないんで、私はタフマルでいこうかなと、うん、タフマルいいと思います。で冷蔵庫はいらないかなって今のところは思ってるんですよね、はいはい、で使うとしても本当に暑くなってきてどっか遠出するときに冷やしておきたいっていう、それもこう車用のちょっとワット数の少ないのを買うか、はい、イエティ、それかイエティイエティいいですよ、イエティ高いけど冷蔵庫買えちゃう音うるさくないからイエティがいいのかな、ね、と思ったりしてます。はい、あと予算的には目標の10万円で、はい、いや楽勝でしたね、楽勝でしたね。まだかけようと思えばお金かけられるんですけど、だってこの箱を作ってお部屋にするっていうことだけだったら余裕で余裕いけますね。自分だったらあとあの余計なもんつけないで、うん、キャンピング用品、ね、ローテーブルとかローチェア使ったり、あといろんな低めのものが結構出てるんで、キッチンなんかもあの水のタンクと電動ポンプつけて、うん、外で煮炊きができるような感じ で、 そうです、ね、中だとやっぱね湯ついちゃうし、うん、できるにすればね、そのキャンプ用品が一番高いかもしれないですけどね、うん、こだわっちゃうとね、メーカーこだわらなければ結構安いの出てるんで。いやでもねこれは増えるかもしれないね、いいこのやり方も、うんうん、ありがとうございました。どうぞ、いろいろご指導いただいて、あの横から口出してるだけなんで何もしてませんけど、サルさんね結構ほんと 99% 1人で 100% つってもいいぐらい頑張ったんでちょっとびっくりしました、ね、どこの切り方もうまいし、別に女子でもできるし、できちゃうね、時間さえ自分で確保すればなるべくまとまった時間の方がいいですね。やっぱり1日作業集中してやればどんどん進むし、容量だけ、はい、こう R になってる部分とか、ね、ちょっと複雑になってるとこっていうのは、うん、コツさえ分かれば誰でもできちゃうので、できますその辺ちょこちょこね教えられるっていうか聞ける人がいればかなりできちゃうのかなっていうふうに思います。引き続きキャンピングカー DIY募集してますので、募集してますので、もしご興味のある方はある方ぜひ一回車を見に来ていただくだけでも ね、 そうですね、ちょっと参考になるかもしれないので、このレベルだったらできそうと、できそうとね、サーヌさんの車を実験台としてやってみましょうょこれからさらにねパワーアップを少しずつさせたいと思います、ね、まあいろんな宿題残ってますからね、はい、まあ、これから楽しんでやっていけたらと思います、はい、本日の動画はここまでです、はい、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします、はい、また次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。